都市型水害で気をつけたいのが汚水の逆流です。豪雨の時には下水が逆流し、トイレやお風呂の排水口から水が噴き出すことがあります。そこで活躍するのが土のうならぬ水のう。材料はポリ袋だけ。大きさは45リットルぐらいがおすすめです。まずポリ袋を二重にします。次に水を3分の1から半分くらいまで入れます。しっかり空気を抜きながら、口をきつく縛ったら完成です。使い方も簡単です。トイレの便器に別のポリ袋をかぶせて、便座の中に水のうを置けば OK です。使用後はハサミなどで袋を破けば、水はそのまま便器に流せます。ポリ袋は流さないように注意してください。水のうはお風呂や洗濯機の排水口の上に乗せても効果があります。また段ボール箱の中に水のうを入れて、ブルーシートでくるんだら、簡単な防水壁にもなります。あなたの家を守る水のう、ぜひお試しください。